昨日彼氏に振られました。正直こういう気持ちですが、見返したい、いろんなことを吸収していい女になりたいって思いました。だからこの動画のタイトルは吸収しやすい渡辺真由です。明日から吸収しまくるぞ。おやすみなさい。キュ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 ートになりたい。キュ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 ートになりたい。あんなの子らしくなんて時々今でも聞くけど、そんなの意味なんてない、全然思うけど、どうそれでも心は階段登ってみてから判断、自分の女の子らしさ探してみるのもありかなってさ。生きてそれで本当はどこに行くってここらでちょっとは改心、それなら少しは関心。キュートになりたい、急に世界に色めき出したい、ペンキを塗りたい、もっとカラフルに変わりたい。吸収して収集しやすいイソフラボン、それがヤクルトの発酵豆乳、飲んでね。ヤクルト。